成功したいなら、最強のキャリアストーリーを作ればいいんですよ。それだけです、やるべきことは。u s c p a を一生懸命勉強したって、ヘッジファンドに入りたい、BE ファンドに入りたい、ゴールドマンサックスに入りたいと思っているうちは入れないんですよ。そこがポイントなの。それを分かってほしい。 伝わるかなむずい難しいかもしれないです。入泉さんが前、これ、就活の何だったかな、説明会かイベントでお話しされてた例で、アイドルと付き合いたいと思っている人ってつきれえないよねっていう、まあ、なんかアイドルと結婚されなくいらっしゃいましたけど、なんかそれと似てるんですかね、こう憧れなうちは入れないけど、自分がやるための結局、ゴールドマンサックスにしても MV にしても、手段の一つしかないから、そう,そういう状態になると、勝っていきますよね。だから 相手からしても必死感がないというか、この前出た方もそうですけど、自分がその企業に入りたいって憧れてるうちって、もうなんかずっと入りたいみたいな <laughs> 感じになっちゃうじゃないですか。必死、必死になっちゃう。そうじゃなくて、ちょっとこのキャリアストーリーができると、達観して見えますよね。え、そのためにあなたの学校がいいと思ってるけど、どうですかでみたいなね。そう、だからここまで行って初めて、さっきの商社とディベロッパー入りたいんですけど、どうでしょうっていうのが、 ななぜダメなのかわかわるででしょそうですねそうだからそれは本当にこの社会とかこの地球とか人々のために何かをしたいってこいつは思ってないなってだから共感されないからストーリーとして不完全なんですよだから周りはこの人を入れたいと思わないんですよで そこに気づかないですね、みんな。もう入りたいっていうのが勝っちゃいますからね。だから、転職ありきの転職なんてありえないし、成長できるから転職なんていうのもありえないし、金がより多くもらえるから転職なんていうのもありえないっていうのは分かるでしょ。つまり、そういう転職をしている人たちっていうのは、自己中だと思われてるんですよ。自分のことしか考えてないじゃん。で、よりトップ企業、よりグローバルな企業、 よより素晴らしいいい企業とううのはそうじゃないんですよ多くの人のために多くのこの社会をの課題を解決するために何とかしたいって思っている人が欲しいからだから皆さんがうまくいきたいのであればもう滝に打たれに行くしかないんですよそして邪念を取り払いそして徹底的に自分が本当にこの社会のために 何をすべきなのかっていうのを考え続けるしかない。で、これは難しい。難しいし、ほとんど一人では無理だから、ぜひ、アルファでディスカッションしましょうっていうことです。で、アルファでディスカッションすると、驚くべきことに1時間弱で、皆さんのキャリアストーリーが見つかってしまうので、だからみんな感動してくれて、今日ね、MBA のキックオフやった人も最後感動してくれてたよね。こ,これはみたいな。そうですね。それでもうできちゃいますからね、<laughs> エッセイのそのストーリーもね。 そうなので、そこなのよ。能力じゃないのよ。だから、すごいその偏差値教育とか、なんか東大偏調の世界観とかね、めちゃくちゃ危険なの。だから、その東大行ったって、キャリアうまくいってないやつ、大量にいるじゃん。それは自己中だからよ。自分のことしか考えて生きてきてない。偏差値なんかそうじゃん。 自分のことだけ考えて偏差値をいかに上げるかだけ考えて生きてくればいいんだよ。でもそれは社会に入る瞬間に全く通用しないということに気づいて、気づいた瞬間にはボロボロ落ちてて、国内のクソ営業会社にしか入れないわけ、東大でだって。それは頭がよく立ってそうなの。なぜなぜら キャリアストーリーがないからよ。いいですかだから、皆さんの勝敗とキャリアを分けるポイント。で、大成功となのか、もしくは、陳貸な会社でひたすら営業させられるのか、それを分けるのはキャリアストーリーです。死ぬほどうまくいきたくて、死ぬほどいい企業に入りたければ、そして死ぬほど稼ぎたければ、皆さんのキャリアストーリーを作ってください。そしたら圧勝できるから。マジで。びっくりするぐらいうまくいくよ。いいですかねで、一、ね、人では無理。絶対に無理。 だから、ぜひアルファに来てください。まあ、キャリアストーリーを作るプログラムっていうのは作ったことないんで、ほとんどはまあ、転職とか、MBA のサポートの中でキャリアストーリー作ってるんで、キャリア戦略とともちょっと違うんだよねそうですね、かといって、だからキャリアストーリーに寄せすぎちゃうと、なんかしかも自分でやっちゃうとこう、永遠のキャリア迷子みたいな、なんていうんですか、コーチング地獄みたいな、<laughs> そういう風になっちゃう人もね。 いますからねそれ難しうなので<ひ>まあぜひですねご自,自身で考えていただいたものをぶつけてあのディスカッションさせていただいてもいいですしあのちょっとキャリアストーリーを考えるプログラムも作りたいなとあまりあまりそういうことを考えずに僕らあの動画の内容を決めてるんで今のところ興味がある人はですねキャリアストーリー作りたいんですけどとかって言っていただければそういうニーズがあるならそれはそれでやりますので今すぐ皆さんの 圧勝キャリリアアストーリーをアルファでで作りましょううとということですごく大事っていうか最も大事だと思うし多分こういう教育ってないのよ。で、もう,もう少し言うと例えば慶応の SFC とか例えば受験ではねいろんな人いるよねみたいな話をするんだけど彼らはなんで結構その就活とかいいかっていうと キャリリアストーリーが、ね、上手いんだ,よ、ね、だからで、海外のエッセイとかさ、海外大学とか海外大学院とか MBA もそうなんですけど、欧米系、欧米アジア系はですね、ほぼエッセイっていうのがあるんじゃないでエッセイはキャリアストーリーを語らないといけないのよ。日本だけよ、なぜかキャリアストーリーを聞かないのは。 でいきなり就活で聞いてくるわけじゃん。対応できないじゃん。だからね、ものすごいちぐはぐなことが起きてるわけ、日本だけ。教育がおかしい。だけど、海外はみんなキャリアストーリーが得意なんですよ。それはなぜかというと、もう子供の頃からエッセイでキャリアストーリーを語らないといけないから。だから、キャリアストーリーを作るために何をすればいいかっていう戦略まで出てきちゃうぐらい。キャリアジャーニーみたいな言葉が普通に。 ありますもんねああ日本でキャリアジャーニーとかっては、うん、って,はって感じですもんねそうそうそうなのでいや日本はね特殊要因で全くキャリアストーリーを考えないでしかもいきなり就活でぶつけてきてそれに対応できない人たちが大量に溢れているっていう現状なんですよ。 だから別に皆さんが悪くない。日本の教育の制度が悪い。でも、日本の教育の制度だって言っても何も変わらないから、やっぱり自分でそれ作って、やっぱりうまくいこうよっていう話です。そこをアルファがやってるだけなんで、はい。ぜひですね、ちょっと今日は軽めに深い話をしようっていうテーマでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。はい。ということで、ぜひですね、圧勝したいあなたはですね、アルファで早めにキャリアストーリーを作って、 それをもうバンバン使っていただければ、あの、転職も MBA も給料も爆上がりしますんで、ぜひ早めにご相談いただければと思います。